まあ、ジェイソンも使えなくなるということで、はい、かなり今よく使われてますね。まあ、今回だと、まあ、アント対 UR デルバーだと、はい、新しく使われているカードは、ニマナイチさんの赤の戦慄集の秘技術師はいはい、はい、これが最近アンワカデルバーにはもうすっかり定着してるっぽくて、うん、まあ、ブレインストームとか稲妻を 使い回すことができる。攻撃したらあの墓地のか、インスタントかソーサリーを使えると。そうですね、パワー以下のやつなんで、巨大掛けの呪文を使うとそれをまた使ったり、うん、さらに、普段使えないようなコストが大きいカードを使ったりということが可能になります、うん、しかも瞬生とかと違って出ただけじゃなく時じゃなくてだけじゃなくて、もう攻撃するたびに何回も使える。そうですね、生き残ってしまえばもう、はい、ということで、まあ、稲妻がね4枚じゃなくて8枚体制になったみたいな。そうですね、まあ、やっぱり単純にブレインストームとかフォンダー使えるだけでも相当強いですからね。でも一三なんで結構戦闘だとやられにくいというか、はい、硬いですよね割と。だけど、お、さあ、だ、準々決勝、さあ、あたり回戦したい平式ともり選手の対戦始まりましたね。まずは、4位、スイス、ラウンドの通過がさあ、あたりさんが4位で平式さんが5位ということなので、さあ、あたりさんが先行ですね。まずは沼を、島じゃないですか、ね、しますか。あ、スノーカバードかな。はい、島から、あ、島ですね、はい、英語ですね。さあ、まあこの時点で佐渡選手が、対戦相手の平敷さんのデッキを知ってるかは分からないんですが、まあ、対戦相手に、ウエストランド不毛の大地が入っていることを考えて、基本的には1ターン目は基本地形から入るのがセオリーです、うん、はい。さあ平敷選手もエッジから持ってくるのはウォルカーガイランドこれアント対 UR デルバーって相性的にはどんな感じですかね。まあ、ちょっとアント側に要求されるスキルが高いかなと思いますけど、なんと側はちょっと、対戦相手のデイズとかフォースウィルをちゃんと乗り越えて勝たなきゃいけないんで、うん、まあ、ならデルバーの方が少し有利だと思うんですが、はいはいはい、さあ、やれれば1ターン目から秘密を振り下げるものというか、かなりいいスタートですね。ちゃんとクロックがないとやっぱりデイズとかかわせるぐらいまで待たれちゃうんで、うん、さあ、沢谷選手はドロソース続けて手札を整えます。手札良さそうですけど、ちょっとこのスタートだったら土地が2枚目があるかなと思ったんですけど、ちゃんと手札にあって、はいはい、土地はないかな、ちょっと見えづらいんですが、ライオンズアイが2枚とかはあったんで、どちらかというと今フィニッシュ手段を探してる段階かもしれないですね、うん。まあ、アントというデッキはマナをいっぱい伸ばしてから、そこから最終的にはストームという、能力を持った4マナ2点ドレイン、クモの触手というカードで相手を倒すデッキなんですが、まあ、一旦何度も呪文を備えて、まあ、ストームがそのターン唱えた呪文をの数だけコピーなるされるということで、さあ、やっぱりちょっと2枚目の土地はなかったですね。さあ、デルバーも変身せず、ただ沢渡選手手札自体はかなり土地がないだけあって相当強いんで、あとはもういつ仕掛けるか、はい、結構アントはね、もう一瞬で決まっちゃいますからね。なんかそうですね、最速だと本当に一旦キルもできるので、今手札にも手札赤いがいっぱいあるんで、沼が見つかれば沼から手札赤いをして、ん、今これは何を見てるんでしょう、ん、ドローしたか、ん、まあ、ライブラリーから1枚落ちて混ざったりしてないですかって確認だと思います。ちょっと浮いてたというか、1枚だけ変なところにあったんで、まあ、多分このターン引いたカードだったんじゃないかなと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9枚あれば、そうですね、9なんでちょうどですかね、はい。さあ、デルバーからの戦慄種の秘技術師出ましたね。そうですね、ちょっと今はまあ墓地にカードがないですが、まあ、ちょっとうかうかしてるとデルバー側もカウンターを取り揃えちゃうんで、攻めていきたいところですが、ここはお通りました。ちょっと平敷さんのリアクションが早いんで、ここは何もないのか、それとも打ち消す呪文はもうあらかじめ決めているのか、うん、でランドはしっかり引きましたね、沢渡選手は。さあ、平敷選手に対抗手段、フォースオウィルですとか、目くらましがないとこのターン決められそうですけどね、パッと見は見にくいですが結構ありそうですか。そうですね、ダークリチュアルもありますし、インファーナルチューター、はい、があるので、ライオンズアイを生贄に捧げれば好きなカードを持ってこれるので、
さあ土地を置いて仕掛けるか。南国の騎士も2枚ありますけど、はい、またいかない。ここは仕掛けず、まあ脅迫ハンドになりそうです、ね、そうです、手札がいっぱいあります、うん、なんでそれ打ってからみたいな。それにしても脅迫とかこのターン打ってもいいかなと思いましたけど、ちょっと手札界が何枚あるか次第ですけど、はい。そしてヘシキさんはデルバーが裏返って4点、クロックは一気に上がりましたけどね。ちょっとドロースペルがあったら、戦慄中の非技術師がいる関係上戦闘前に打ってそうなんで、ちょっと手札はかなり読みづらいですね。ああなるほどなるほど、はい、沢渡選手今のターンあのフェッチランドの色が青緑だったんで沼を持ってこれないんですね。でアンダーグラウンド C を出しちゃうと不毛の大地される危険性があるんで、多分一旦挟んだんだと思います。はいはい、そこまで読んでというかケアして言いますね。さあ手札にはさあダークリチャル、さあこれは結構通るか大きいですね。そう通りました。こうなるとハンデスからのマナ加速っていう形もできちゃうの で、手札界、はい、ちゃんと持ってたんで、ここから手札界から仕掛けるか、さらなるダークリチュアルで釣り出すか、まあ、ちょっとヘシキさん一発目はすぐ通したんで、ちょっとダークリチュアルを重ねたところでそれには食いついてこなさそうですけどね。手札界、おしかも2枚ある。なんかマナは確かに十分ありそうなので、ハンデスから入ってさらにマナ加速、そうですね、もう1枚打って、ここで黒5マナますか、ね、さあ手札は、脅迫思考囲いダークリチュアル、はい、インファーナルチューター雲の触手ですかね。3枚目のダークリチュアルで浮きマナ7、もうパッとみこれをしのぐのはかなりヘシキ選手としては厳しいですね。 2,3 枚対抗手段がないと決まってしまうと思うので、こんな簡単にでも手が揃っちゃうもんなんですね。そうですね、アントは、はい、アントは本当にすごいデッキです。そしてまずは思考囲いから入りましたね。まあ、脅迫と思考囲いの場合、先に思考囲いだと相手が、フォースオビルした時に自分のライフが2点減らないというメリットがあります、はいはいはい、さあデイズフォースオビル呪文ハメ2枚決まりそうですね。これでウィル抜いて次の、ああ違う、呪文ハメが2枚あるのか、これこれは乗り越えられないかすごい強い反応ですね。フォースオビルと合わせると3枚あることになるんで、対抗策が 2,3,4、うん、あれですもんね、あのインファーナルチューターが2マナなので、そうですね、一番通したいで、インファーナルチューターさえ通ってしまえば、パストインフレーム炎の中からの過去を持ってきてフィニッシュできるんですが、ちょっとこのままだとストーンも足りなそうです。 1,2,3,4,5,6,7、 沢谷さんもちょっとおっとみたいな、そうですね、ちょっと3枚はドロースペルも1回も打ってないんで、3枚あるのはちょっと計算外だったと思いますね。ヘシキ選手、しかしあのリアクションの速さでこんなに強いとは思わなかったですね全く何もないかなと思ったんですけど、もう逆にもうちゃんと経験豊富でもう打ち消すべき呪文は分かってたと、アントだったらこうするっていうのも決めてたみたいな。そうですね、もう手札的にはもうその、主要な呪文マナ家族とかを無視して、身となるカードだけ消してしまえば大丈夫だろうと。さあちょっと沢谷選手もダークリチャーの全力で打っちゃってるんで、なかなか途中では止まらってしまうと。そして呪文ハメを1枚落としました。ここはめくらまし呪文ハメ石の力今残ってます。残りマナが6マナですかね。はい、これでここでエンダーとかメモが終わりました。思考囲いは大丈夫。これでデュレスを打つと呪文が5枚目、6枚目、7枚目、8に16、うーん、多分全力でいっても16点ぐらいしか。18点、まあ、ライフが18なので、ストームが 9今4回なんで、今マナが6マナ、7。お、ここで、挟まずにというか脅迫を挟まずに
これは多分ですけど、ヘシキ選手に呪文を唱えてほしい、まあ、釣りの5、6、7、インファーナルチューター8、それでもちょっと足りないけど、ここは呪文ハメですね。5、6、7、8、これでストームが 6? 今 6, ボタン6回呪文唱えられています。そしてデュエス、さあそしてまあフォースボブユリでしょう。ここでヘシキ選手が何か使ってくれると一応足りてたんですかね。1、7、4、5、6、7、で点取りで1、2、3、4、5、6、7、8で足りてました。16点だったような気がしますが、パッと見16点、沢谷選手5回、ヘシキ選手1回で6の7のあ、じゃあさ、リッタークリチャル、ダークリチャル、沢谷選手が6か、沢谷選手6、ヘシキ選手1で7で8回に見えましたけどね、8に16に見えましたが、ダークリッチャー3回と、思考学校 E、デュレース、インファーナルチューター、スペル、呪文ハメが1回で、で、雲の触手で8に16。あれかなと思いましたが、ちょっと計算的にはどうだろう。ライオンズ・アイ・ダイヤモンドって前のターン、前のターンでしたね。なので1回足りてなかったように見えましたが、ライフも減ってなかったですね。フェッチ2回だけでしたね、うん、まあここはとりあえず、まあ、第13期でレガシー新挑戦者決定戦準々決勝、まず1本目はアントノサータリカイ選手が、勝利いたしました。まあ、ここはまあヘシキさんが、まあ、数え間違っちゃったかもしれないんですが、一応投了した形だったので、ライオンズ前のターンでしたよね。前のターンだと思いますね。うん。さあまあ。さあただお互いそうです。数えていたっぽいので。はい。ちょっと僕の勘違いかもしれないですが。さあ、サイド後になりますが、まあ、アントはメインがとても強いデッキ、そうですね、コンボデッキなので。はい。ですが、まあ、こう言われればどのようなサイドボードしてくるでしょうか。デルバーはパイロブラスト、ローバイの嵐あたりは確定で入った、はい、あとは最近入ったナーセットとベンデリオン、うん、また外科的適質も抜くものが多ければサイドインすると思います。一応あの、パストインフレームコースを遮断できるので、はいはい、あとたまにカバルリチュアルのスレッショルドがなくなってマナが足りなくなったりとかもたまに起こり得ます。サイド、アントノサータリ選手はサイドは、うん、ちょっとすいません、あの筆記体っぽくて読みづらいんですがカーペットオブフラワー、あの相手の島の分だけマナが出る、はいはいはい、エンチャント緑1マナのエンチャントがあるんですけど、これが花の絨毯というウルザズサーガのアンコモンなんですけど、うんうん、このカードは確実にサイドにします、ね、あとは水火とかがちょっと入ってそうなんですけど、その辺も減速させつつ、うん、まあ、相手の置物があったらそれを割ったりとか、そうですね、まあ、ちょっと青赤で出る場なんで置物系はかなり少ないと思うんですけど、うん、まあ、だナーセットもね、うん、あったりするんで、あとは結構サイドになんかコンボパーツになりそうなカードが何枚か入っているんですよね。なんか、パストインフレームかな、パストインフレームとダークペティションだと思うんですけどちょっと引きたいであれですけども、そうですね、まあ、墓地を経由しない手段として闇の請願とか追加したりするのかもしれません、うん、相手が白とかの、まあ、立方いてくるタイプだったらみたいなところですかね、はい、さあ2ゲーム始まりました。まず1ターン目お互い何もせずと、さあヘシキさんのブレインストームから入りました。こう2ターン目土地を置かずブレインストームでは結構、ね、読みづらいんですよね。普通に考えると土地がないんですけど、うん、フェッチランドあったらフェッチランド置いて、特に沢谷選手のデッキはデイズが入ってたりもするんで、まだブレインストームっておしまいと。
羽鳥選手のトロピカルアイランド、なんか書いてありますね。才能ですかね。はい。書いてますね。結構こだわりのデッキ感がありますね、いろいろ。結構デュエルランドも黒枠でしたし、レガシーだとかなりデッキを光らせたりとか、はい、こだわりが。こだわりがよく見ますよね。さあ、ヘッシ選手は、戦慄種の秘技術師。これはいいですね、やっぱり墓地のブレインストーム使えるんで、うん、ちょっと土地は今詰まってしまったんですけど、澤谷選手はクロックが相手側になかったらもう本当にずっと待ってればいいだけなんで、まあ、結構デルバーがあって、あのマナを要求するカウンターが多いですね。そうですね、深くて、はい、ソフトカウンターと言われたりしますが、うん、まあ、そういうのをかわすためにもマナを伸ばすっていうのはかなり大事になってくるのかなと思いますが、さあブレインストーム、さあ澤谷選手また手札はかなり強そうですが、手札にパストインフレームありましたね。そうですね、なのでマナさえ伸びてしまえばいろんな仕掛け方ができそうですが、かなり悩みますね。昔放送してた時に僕も何度かアントにトライしたんですけど、はい、伊藤敦史さんから3割アントという、3割アント、僕のアントは3割の力しか発揮できないと言われたので、ちょっとね、この解説はかなり不安なんですが、いや、アントって本当に難しいです、ね、難しいです。メインはやっぱ簡単なんですけど、まあ、マナの計算さえできて、うん、まあ、デイズとかかわせたら、まあ、結構勝ったりするんですけど、うん、いや、サイド後相手のなんか置物があったりとか、ね、対策カードどれが来るかまずちゃんと理解してないと、うん、サイドにするカード間違えちゃったりするんで、結構セラピーがよく入ってますよね、あのさ、アントニは最近はちょっとな減ってるかもしれないですね。デュレスと思考囲いが多い気がしますね、はい、あのやっぱりギダクシア派の調査がなくなっちゃったんで、はい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 、結構前はもうセラピー検定なんて、ね、言われてね、まあやっぱりギダクシア派の調査があれば誰でも当てられるんで昔は簡単でしたけど、さあ最低5オベユーサイドから入れてるみたいですね。土地を増やして間の伸ばせるようにしてるんでしょうかね。まあ、あとついでに水火とカーペット用の、うん、さあ手札はかなり強烈そうですが、さあロータスペテル置いてきました。これもう仕掛けちゃうのかな。マナがどうですかね。ちょっとリチュアル系が足りない気はしますけどね、はい、もう単純にデイズ避けとして置いたのかもしれないですが、まあ、ハンデスと相手を妨害する人はありますね。リチュアルも2枚ありますね、1、2、3 これバストインフレームの赤のためにペタルを置いたのかもしれないですね。さあデュレスから入りました。なのでこのターンはエンドしそうですけどね。まあ、あのロータスペタル置いとくとデイズが避けられるんで、うん、まあ、あのヘシキ選手としてはここデイズはかなり打ちづらい。ヘシキ2枚デイズがありそうですね。お、しかし打ってきました。打ちました。さあペタルで払ってさらにデイズ2枚目落としていきました。そして引き寿司アタックして墓地のブレインストームサイドとなります。お、強い高層ウィルとシアンと土地。こう見ると本当に凶悪ですね。一回殴るだけでブレインストームがタダで降ってくると思うと。しかもこの後フェッチを置いて上シャッフルできる。そうですね。今大量に戻した土地も。デイズで戻した土地を、デッキに戻して、手札リフレッシュと。うん、さあ、沢谷選手、赤マナは一応ライオンズアイから確保できそうなんで、はいはい、たださっきねやっぱ手札界を打ち消されたんで、マヘシ選手もしっかり石の力握ってるので、そうですね、ここはちょっとライオン財経由で仕掛けちゃうと全て失ってしまいかねないので手札界をさらに待つか。まあでもこの本当に、非技術師この庭内一さんが凄まじいプレッシャーですね、はい、やっぱ打点自体は低いんですけど手札の質が凄まじい速度で上がっていくので、
もでもさあフェッチを切って選手外科的適出フェシキ選手も手札かなり強いですね。パイロブラストも見えたんで、あとは妨害手段が何種類あるか、はい、ボンダーももう2回唱えられそうですね。凄まじいですすべてただだと思うと。やはりサイド後アントはかなり厳しい戦いを強いられそうですね。カウンターが増えてサイドからも対策カードが積まれると今2枚目のウィル引きましたね。ちょっと青いカードが何枚あるか確認しづらいですけど、パイロブラスト2枚外科的適出ウィルウィルまでは確認できたので、かなり盤石。ちょっと青いカードしてですね、青いカードがないとウィルが打ち切れないんで、青カード3枚ウィルを含めて3枚に見えましたが、ちょっとウィルが1回しか打てないと沢渡選手が青い字も唱えてこなかった時に、うん、ちょっと対抗策が足りるかどうか分かんないですね。本当とやってると相手が何で仕掛けてくるかっていうのすごく、そうですね、アントとのゲームはけど本当にいつでもだから面白いなと思います。いろんな仕掛け方をされてそれをちゃんと対策していかなきゃいけないんで、うん、駆け引きがねとても面白いですよ ね、 すね。アントの対戦はだからギタ調なくなったらすごい個人的にはいいですけどね、まあ、アント側のプレイヤーからしたら難しくなったと思うんですけど、うん、いやちょ簡単にちょ前方確認ができてしまうっていうのは本当に良くなかったですよね。さあここで外科的適出ズレスに向かって打ちましたかね。ハンドは炎の中のここライオンの瞳のダイヤモンド冥府の強敵者ダークリチャルカバルリチャルクモンの触手ですね、さあ、クモンの触手も2枚にサイド後増えてるっぽいんで、え、てかたくさん入ってますね2枚どころではない3枚、あ、でもそうですね、サイド2枚取ってますね。なるほどなるほど、だからもう普通にドレインで勝ち切るプランも、うん、なんか8点ぐらい吸い取ってまた8点ぐらい吸い取ってみたいな、いやもう普通に呪文9回とか唱えてみたいなのも、あのブレインストームとかから仕掛けて、うん、で相手にもちょっと呪文を使わせてみたいなプランも、はい、狙ってると思いますけどね。まあ今日サーチからじゃなくてもう手札からそうです、ね、もう元々引いて呪文をたくさん唱えて吸い切るプランも、いやそう考えると選択肢無限にあって本当にアントっていうのは奥深い、すごいんですよね。サイドプランとかもそうですけど、そうですね、技術者は本当にこいつにちょっと3回とか殴られるとかなり嫌ですねそれだけスイードローどころじゃないアドバンテージがこの1枚から生み出されると。さあ、ヘシキ選手のこの盤石な手札を沢渡選手はどのように打ち破っていくのか。ちょっとね、この地味に脅迫抜かれるのも結構きついんですよね。もう手札赤いから仕掛けたいんですけど、手札赤いの枚数も減っちゃうし、うん、でヘシキ選手はもうグレンハでドロー呪文をシャットアウトする構えなので、さあクロックこそ低いですが、外科的適出こいつで2枚打てるのも相当ですね。これでしかし今回は使わない、はい、そしてデルバーでクロックが出ましたね、はい、ヘシキ選手ファイルブラストグレンハン2枚持ってるんで、まあ、青い呪文はどちらかといえば引いてほしい、うん、なので今のところは打つ必要もないかと、まあ、もっと重要なダークリチュアルとか出てきたらそれに抜きたいとか、そうですね、まあ、手札が来たらまたそれに向かって打ったりとか、うん、すごいですね、手札も全部スペルですもんねお互いに、まあ、シアン2回とブレスト2回打ってますからね。そうですねまあ、佐藤選手もマナが伸びてきましたが、まだちょっと仕掛けられないですね。まあ、クロック自体は低いのでもう少し待つのか。さあ、デルバ裏返らず、
さらにアタックしますが、まだ、外科的性質打たないですね。佐谷選手は、土地だけが伸びていく。まあ、手札にね、6枚ぐらいスペルあるんですけど、なんとかしてパストインフレーム、表裏か、蜘蛛の触手でドレインしきるか。おっと。藤木選手は全くひっくり返らない。1ゲーム目はちょっと 1、2ターンかかってたので、なかなか答えてくれませんね。ただまあまだ反動はすごくいいので、お、引き寿司2枚目、まあ、今のところはそんなに必要はないですが、ちょっと現時点ではかなり嬉しくない、一番嬉しくないと言ってもいいぐらいのドローかもしれないです、ね、土地といい勝負ですね。一応クロックにはなるんですが、さあそこのディスカードですね、ディスカードで引き寿司を落としました。お、沢谷選手花の絨毯、ここでまあ土地が4枚あるので、まあしましまボルカボルカで4マナで出ますね。さあしかし、景色選手はもう2枚目の非技術者を捨ててるぐらいなので、手札相当強いのと予想されるので、佐藤選手セラピーは引いてますね。ただまあ墓地に擬化的的質があることを考えると、仕掛けるターンに使いたいとは思いますね。さあ花の絨毯、さあこれが通ると第2メインフェーズに、島の数だけマナが出るので4マナ出ることになります。相手の島の数ですね、4マナ増えるとそれだけで7マナ、今 1,2,3,4,9 マナですすごいことになってます。さあただ景色選手手札には外科的適質の2枚目もあったんで、乗り越えるのはかなり大変ですね。ここで黒4ですかね。さあ今、第2メインフェーズに入ったので、うん、花の絨毯が誘発して4マナ出ました。これ結構腕が試されますよね、このシーンだと。一応けど蜘蛛の触手を今持ってるとすると、はい、全呪文を唱えれば足りてますかね。ライフが景色選手14なので、さあまずはインファナルチューターで仕掛けていきます。さあ沢谷選手もアントの名人としてかなり有名ですから、うん、ここはかなり、うん、まずは呪文はめ。沢谷選手今2マナの重要なカードが手札になくて、まあ、これが通ったら手札赤いを持ってきつつ呪文はめ打たなかった場合に、まあ、実質呪文はめ腐る一手だったんで、うん、まあ、これを消したヘシキさんもさすがですよね。この状態だと沢谷選手はこれが通って、手札赤いを持ってこれると多分一番良かったと思うんですが、はい、そしてセラピー、さあ仕掛けます。 1,2,3,4 枚目ですかね。ここは呪文、そしてヘシキ選手はフォースビールを切って、フォースビール、これはちょっと手札ヘシキ選手思ったより余裕がないかもしれないですね。あとレブレブ外科的適質までは見えてた気がするんで、もう1枚が何かですね。でライフが17なので 1,2,3,4,5、うん、あと1枚唱えて蜘蛛の触手だと、まあ、一応手札的にはもうよりオーバーキルできるぐらいのスペルはありますが、もう行きそうですね。全力で仕掛けて、はい、ダークリチャル通りました。さあこれでストームが7かな、 1,2,3,4,5,6、 あ、6か、6、 1,2,3,4,5,6 ですね。で沢谷選手が4回、平式選手が2回、はい、そしてその3マナからまあ、一応一枚で、回避できそうなら、ローバイの嵐とかですかね。ラスター、まあ、ローバイの嵐だと、
何個分の呪文聞いてるんですかね。さすがにあの少しは絶対消えちゃうんで、うん、まあ、呪文がある程度オーバーしてないとその殺しきれないんで、うん、結局ライフが増えてもヘシキ選手が逆転できそうですけどね。サータラ、サータリ選手が今3マナ、ここでリチュアルが通るとパストインフレームを打てるんで、どういう駆け引きしていくかというところですね。さあパストインフレーム打ちました。さあこれが通るとリチュアルも打てる。そしてストーンも溜まってきますので、もう十分溜まっている。これ7つ目の呪文ですね。石木選手カウンター残っているか。もう一枚が何かですね。怪我的適質を手札の一番前に持ってきて、まあ、ダークリチュアルを抜くか、はい、さあ打ちました。ライフ11、そして抜くのはセラピー。抜くのはセラピーということはこれ決まってしまう。どうですかね、狼狽の嵐がある可能性は今の一手で、うん、できたかもしれませんが、さどうなるか。ウィルとグレンハ2つなので、なるほど、ヘシキ選手としてはどちらかというとブレインとあれですかね、ポンテ帝王を消して、うん、というプランだったのか。佐渡選手は今回もライオン財もしっかり持ってるんで、はい、まあ、マナー十分あります。さあ今マストも数えてますね。そうですね、ヘシキ選手それか、まあ、あの青のドローを打ち消しまくって、うん、フィニッシュ手段がなければっていうのもあったかもしれませんが、まあ、けど苦悶の触手多分途中で見てましたよね。あのそうですね、出がてきてサージガルで見ているので、うん、なのでフラスターブラフの方が大きいかもしれないですね、はい、手札が全て現時点では抜き去ってるので、まあ、ここで警戒して止まってくれたら御の字というか、まあ、まあ、ただサイ選手もここまで、サワタイ選手もここまで行った以上はもう、うん、止まることはなさそうですが、さあここまで来ると、まあ、ストーンも致死量以上は超えてるんですけど、うん、一応フラスターを考えるとマナを伸ばしておくあんまり関係ない気もしなくもないが、そしてリチャル6マナ、でもマナがかなり浮いてる。そうですね、ライフ11だと2、3、4、多分大丈夫そうですけど、ね、腹いきれそうですけど、うん、どうフラスター打たれたとしても2枚とかじゃなければです、ね、さあだけど同じだけ来るのか。さあまだ使って帝王、これはグレンハ、ただ手札に致死量の蜘蛛の触手があって、澤谷選手、まあ、できれば一応フラスターがあった時のために手札赤いから行きたいと今いろいろ考えていると思うんですけど、ただ今セラピーと思考がまだ何枚か残ってるんで、はい、3枚以上は残ってると思うんで、まあ、できればそこから入りたいが、多分ライアンの瞳のダイヤモンドから入ると今7、8、9、10、11なので、フラスターもケアできちゃう。いや、フラスターがあると多分同じで来ちゃうんで、残りが2マナになって2回しか払えずで足りないですね。うん、なるほど、まあ、なのでできれば囲いから入りたい。
はあ、島からブレインストームフラッシュバック。どうしました？効果が消してくるとは思いましたが、さあ戻してさらにマナを重ねます。これでもストーブいくつですかね。ストーブ多分ここまで来ると関係ないです。ブラスターが同じだけついてくるんで、うん、また致死量超えてて、さあ今ようやくジャッジがストームカウンターを放送用に。さあそしてテンドリー、さあここはそのまま、フラスター持っていなかったということでライフを削り切りました。はい、第13期レガシー新挑戦者決定戦準々決勝、沢渡海選手2本取って準決勝進出となりました。